たまにはお父さんに会いたいな。どこにいるのかしらね。自由人だからね。何の連絡もなく突然転生してたりするよね。そうそう、スライムになってた時はびっくりしたけど、まあまた気が向いたら帰ってくるでしょ。お母さん寂しくないの？そうね、花子がいるし。お母さんはお父さんが元気にしてればいいのよ。愛だね。なんだかんだ腐れ縁だからね。ずっと一緒にいたからお互いを知り尽くしてるのよ。へえ、なんだかいいね。花子にもそんな男の子がいたらいいな。きっといるわ、花子にも。さて、今夜もお話聞く？うん、お母さんのお話大好き。じゃあ花子、こんなお話はどう？腫瘍マーカー。もう亡くなってしまった僕の母さんと親父の話なんだけど、二人は20年近く前に離婚した仲だけど、母さんが病気になった時、不思議なことがあったんだ。両親が離婚して以来、あまり親父に会うことはなかったんだけど、ある年の冬の日、親父が山で遭難したと連絡があった。親父は昔から山登りが好きな人だった。捜索隊が何日も探してくれたけど、結局見つからなかったんだ。冬山だ。多分もう生きてないだろうな。そして親父が行方不明になってから半年くらいした時、なんだか体の調子が悪いわ、母さんがそう言い出した。それでいくつも病院に行っていろいろ検査したが、原因がわからない。どうしたもんかなと思っていたある日の夜、僕は夢を見た。あ、親父。夢の中で僕は親父と会った。よく覚えてないけど、いろいろ話をしていた気がする。僕はなぜか母さんの体調のことを聞いていたことは覚えている。なあ親父、母さんが最近体調が悪いんだけど。原因がわからないんだ。いろいろ検査したけど異常なしなんだ。一体どういうことだろう。腫瘍マーカーは調べたか？腫瘍マーカー？そこで僕は目を覚ました。腫瘍マーカーって血液検査でガンを調べるやつか？母さんがガンだなんて、まさか。って思って、ただの夢だし忘れてしまってた。でもその夢を見た1ヶ月後、母さんと僕はがんセンターのお医者さんに呼ばれた。膵臓がんです。ショックだった。膵臓って体の完全に内側にあるから、膵臓がんはがんの中で最も見つかりにくいんだ。見つかるとするなら超音波検査や CT、 腫瘍マーカーを見るしかない。親父が夢で母さんの危機を知らせてくれたのか。あの時の夢を僕がちゃんと受け取って検査していたら、今でも後悔している。そしてがんを告知されてから6ヶ月後、闘病むなしく母さんは他界した。長男の俺が喪主、母さんの葬式が終わろうとした時だ。ここでまた不思議なことが起こった。父方のおじさんから突然僕の携帯に電話がかかってきたんだ。はい、おじさん。もしもし、君のお父さんのリュックサックが見つかったぞ。開口一番そう言われた。何でも地元の山岳会の人たちが、親父が失踪してからもずっと山登りのついでに探してくれていたみたい。その一人がボロボロの親父のリュックサックを発見したらしい。僕は式場で呆然と立ち尽くした。だって母さんの葬式の最中に連絡が来るなんて、偶然にも程がある。親父は1年以上前に失踪してるのに。しかも山でリュックが見つかったのは母さんが死んだ日だった。警察に届けられたリュックの中を見て親父のものだと確認されて、それから叔父のところに連絡が来た。そして母さんの葬式の当日、僕に電話が来たんだ。リュックサックの発見がきっかけで山岳隊の再捜索が行われた。骨一本だったけど親父の遺骨が見つかったんだ。もしかしたら母さんがさ、あんた子供たちに迷惑かけないで最後までちゃんとしなさいって
あの世で親父のケツ叩いて遺骨が見つかったんじゃないかな。兄弟でそんな話をした。まあとにかく親父は夢で母さんのガンを教えてくれた。母さんは死んだ後に親父の遺品と遺骨の場所を教えてくれた。そんな風に俺たち兄弟は考えている。離婚した夫婦が何度因果かあの世でまた一緒になりましたとさ、という感じだ。なんで離婚したのか俺たちにはわからないけど、なんだかんだ実は結構仲良かったんじゃないかなって思う。はい、おしまい。なんだかほっこりするお話でしたね。お母さんと親父さん、亡くなった後もこんな感じでつながれるのはお互いに気にかけ合う仲だったからでしょうね。パートナーとの関係が難しくなった時って、少し距離を置いてみるとまた新鮮な気持ちになれますね。相手の自由を奪いすぎることなく、そして自分の自由も奪われすぎることなく、バランスよくお互いを尊重し合うのってとっても大切です。まあうちの主人は自由にしすぎですけどね。おやすみ花子、皆さんも良い悪夢を。